はい、これから敗者復活戦のトーナメントをお送りします。実況解説は私堀内と、予選で1位通過を決められた福地さんと2人でお送りいたします。私が1位で、堀内さんが2位でした、はい、すいません、自慢しました、はいはい、福地さんは全体でトータル1位プラス 175.0 を叩いて、決勝への進出を決めました、うん、私がプラス 135.0 でトータル2位。この敗者復活戦の1位の方と最後決勝戦で対戦をさせていただきます、はい、今回のこの敗者復活戦は全2回戦のトータルポイント1位が勝ち抜けとなるトーナメント形式となります。今回選手の方にはすでに卓についていただいております。はい、それでは早速試合の方に移りたいと思います。皆さん準備の方はよろしいでしょうか。それでは対局を開始してください。堀内さん、この4人でどうですかね、見込みとしては。見込みです。ジャン力的にはですね、はい、はい、皆さんかなり麻雀には精通しているので、はい、いい勝負になるんじゃないかなと思っております。それではですね、早速、司会の方をしていきますね。1回戦は、ちーちゃがわけべ選手、なんちゃがひろ選手、しゃーちゃがわせり選手、ぺーちゃがうにまる選手。1回戦の投影局はドラがパーソーとなっています。親のわけべ選手がペーからの切り出しでゲームが始まりました。ひろの手がかなりいいですね。はい、すでに、ソーズとピンズで2面2できていますね、合わせ、うん、はい、この手、あ、3面詰めできましたね、はい、スーピンで面2が完成して、ローマンと、パーピンのくっつきのイーシャンテンですね、うん、はい、リャンピーを積もって3増蹴り、これは遠くの本位置を見ていそうですね。ソーズでペンチャが残ってるんですが、ドラがパーソーということで、この払うタイミングというのも難しくなってきますね、うん、予選でワケベちょっと緊張してたんですよね。それが解けてるかどうかがちょっと一つワケベはポイントかなと思いますよね、はい、ただまあこれでね、対局放送対局もね2回目ということで、まあ、のびのび打ってくれるんじゃないかなと思います。で、まあ、うん、ワケベ選手チーマンが重なって、シャー切りですね、はい、はい、トンプー戦なのでシャーは厄介となっています。ヒロ選手早そうですね、くっつきの広いイーシャンテンになっています、うん、まあ、次か次あたりに疲労のリーチが入りますよね、はいはい、そして、ワセリー選手が赤ウピンを積もってリャンピン切り、カンロッピンでイペイコーの形です。お、なんかカンリャンピンから仕掛けてきました。これはドラのペンチャンターツを払っていくのでしょうか。あ、本一走りましたね、はい、ピンズの本一一挙制ですね、うん、はい、ヒロ選手は1万を積も切り、数素が貫通使いですね、6万を積もって9万切り、単野が確定しました、はい、ワセリン選手の仕掛けは、あ、失礼しました、ウニマル選手ですね、うん、ピンズの方に仕掛けは、まあ、かなり、プレッシャーがかかりそうですね。実際には手配はまだかなり遠いんですが、だいぶ遠いですよね、はい、うん、なお積もって急走切ると、自敗をね1枚ずつ抱えております。はい、これでイーシャンテンですね、はい、3増積もって2サチの3色のイーシャンテンですね、うん、数層で面単品3色まであります、うん、ピンギャンピン、はい、うん、3品を積もって6番切りし、ヒロ選手からリーチが入りました。はい、ヒロ帽子かぶってなくて、はい、なんかあのネギみたいな頭がとんがってて気合い感じますよね。はい、リャンウピン待ちなんですが、これね、メンピン赤だろうのリャンウピン。ただこのウニマル選手がね、これ4枚目でカンリャンピンを知事しているんですね、うん、これでもウーピンは残ってないし、はい、リャンピンも残ってない、順からですよね。ヒロ選手の目から見ると全然そんな悪くなさそうな待ちに見えるんですが、うん、はい、ただターチャが押し返していくのかどうか。ウニマル選手初が重なりました。ただ手配はバラバラですね。はい、うん、現物のパピを抜きます。両面両面のイシャンテンから無施錠数万を積もってトンギリ。これね、あ、でもワケベも両ウピンが必要なんですよね。だから上がり目ないですね、ワケベも、はい、うん、ローソーは現物ですね。これもしかしたら積もによってこれワセリンさんが追いつくかもしれないですね、
チーピンが3枚目。ナンは1枚切りですね、はい、1枚切りのナンをねちょろっと押していきます、はい、ちょろっと、はい、でウニマル選手がナンを合わせ打ち。赤馬を積もってメンツがねターツオーバーになりました。三蔵リャン蔵の現物を払っていきますね、うん、白ポッチを積も純からのはずが純からをポッチで積もメンピン積も赤ドラ。ヒロ選手は2400の上がりとなりました、うん、はい、この顔ですね。さすがこのルールを決めただけありますよね、はいはい、2回戦のトーナメントですからね。そしてトンプー戦大きな上がりです。2回戦目はトンチャがヒロ選手、ナンチャがワセリン選手、シャーチャがウニマル選手、ペーチャがワケベ選手、ドラがウーマンとなっています。はい、ヒロ選手がダブシャーのシャーから切り出し、はい、ウニマル選手が何を重ねて急速切り。みんな手はどうでしょうね。誰がいいってありますかね、はい、ワケベ選手ちょっと重いですね。全体的に進行が遅いですね。この曲はですね、ウニマルがトイツ4つあるんですけども、はい、あ、ワセリーさんがですね、うん、あの今6万でメンツが完成して、あ、いい、だいぶ手が速さで2メンツできています、はい、でワケベ選手リャンマンを積もって白切りペンチャンダーツができましたが形が重い、そして安い、うん、ヒロ選手がここでトーンを切ります。疲労がなんか、はい、うん、ウニマルを追い越して先に転敗しそうな感じありますね、はい、ワケベ選手はスーピンを積もって急ぎりですね、はい、そしてヒロ選手がローピンが重なりました、うん、ツモ数層でトイツ4つ目、はい、シーソーを切りますね、うん、数層は受け入れをフォローすることができますね。ワケベ選手ちょっと形が重いですね、うん、はい、ヒロ選手積も小さそうで6万切り、うん、リャンゾー積もって両面ターツになりました。ローピン切りか6万切りか、ただでドラがウーマンです。これ E ピン切んないですかね。 E ピンを切って E ピンが1枚切りです ね、 1枚切れてですね。ローピン切りで E ピン9ピンのシャボに取るか、ローピンにくっついての両面ターツを探しに行くか、うん、ここは E ピン切りを選択しました。3ピンを積もって両面立つが完成しましたね。ドラ表示牌の数万を積も両面を先に固定します。ドラの受け入れです。お、うまい。チーマンを積もって両面両面のイチャンテですね、パーマンでイーペイコが完成する形です。あ、ウニマルがまたここでローピンをチー、ローピンをチーしてチュン切り、まあ、単位はドラさんなんで、はい、なんウーマンが統一ですね、はい、お出かけしたくなったんですね、はい、ドラがウーマンとなっています。満願の仕掛けです。三蔵を積もって両面を先に切ります。小さな1枚切りです。ローピンを積もって何の問い落としですね。絶好ですね、はい、三面ちゃんとシャボンの受けですね。このピンズの三面ちゃんも入りそうですが、三万ウーマン、こちらどちらか先に埋まると楽なんですが、うん、1枚ずつ生きてはいるんですよね、はい、転廃した後でちょっと時間がかかりそうか。 E ピンでメンツが完成して、9ピンを切ります。ワセリンさんはイリシャンテンを継続、両面両面です、うん、安全牌の高い方を手に残しますね。ハツが重ねました。ただドラが浮いている、うん、4トイツ目です。チートイツはリアンシャンテン、スーピンを積もりました。何を切りましょう。いいピンかいいそうか、タイミングで動きやすくしていきますね。積もるか、転廃しませんね。手が重い、ローソー切り、先に危険牌を処理して守備的に打ち進めていますね。またなんか疲労が二差しの三色っぽくなってきましたね、はい、数層積もってタイヤが欠けてしまいましたね。二差しの三色が見えます、はい、両ピン落ち、これで転敗、はい、難を切って3万ウーマンのシャボで転敗です。
赤ウーマンだとなんとハネマン。一応お出かけが成功してますね、はい、うん、ローピン引きの三面茶の受け入れできたのが大きかったですね。チーピンオズもただしね手配はよくありません。ここはもう仕掛けをケアして打つか自敗のペンを切ります。ツもパーマン、パーマンは一応無筋ですね。2フールをしている相手に対して、あ、やっぱり警戒してますね、はい、比較的通りやすそうなパーピンを切ります。ウーソー積もって受け入れが広くなりました。みんな、はい、打牌で考慮時間が長くなってきたからやっぱり警戒してますよ ね、 そうですね、はい、ここで待ち選択になりました。3万を切って2枚使いのニャンウーマンに行きます。ニャンマンが場に1枚切れています。ウーマンはドラです。トンをつもぎり高めニャンペイコーのイーチャンテン9万をつも、ここはそのままつもぎり、かなりの勝負手ですね、うん、リャンウーマンのまま、ウニマル選手は押していきます。これでチートイツのイーシャンテですか、うん、パーソーでメンツが完成して、イーシャンテですね、ニサシの3色のイーシャンテでローソが切れたので数字で3増を合わせて打ちました。パーマンは仕掛けに対して、まあ、やや切りづらい牌ですね。ただあのパーマンをずっと抱えてると、うん、ワセリンがテンパった時に当たっちゃうかもしれないんですよね。このパーマンが間に合うか、ん、考えてる。ウーソーチー、ウーソーチー点に取ります。ヒロ選手がパーマンを止めてローピンの統一落とし、イーシャンテンからイーシャンテン、イーシャンテンからイーシャンテン、このパーマンがかなり切りづらいと読んだか、うん、一応ね下のリャンウーマンだけど、はい、なんかあのウニマル選手の仕掛けがですね、うん、ピンズを2フールをしていてリャンゾーローソーチーソーって切ってるんですね。ソーズが残っているのがウッパーソーで今ウソを取ったんです、うん、なので本戦はリャンウーパーマンがチーマンの筋なんですね、うんうん、それで、パーマンを止めたヒロ選手、一応待ちはねリャンウーマン下の方となっております。ちょっとでも麻雀警察らしからぬ、はい、こうデリケートな、そうですね、逮捕していってほしかったですけどね。そうはい、9ピンを重ねてシャー切り、広くなりました。リャンウーマンはね、まだ生きています。パーソがアンコっていましたがチートイツのイーシャンテンから受け入れは苦しい。いやーこれは押せないでしょ。初を切るか、うん、一応これパーソは切りやすい牌ですね。ウーソーは通っています、うん、チートイツのイーシャンテンをキープするか、チーピンも比較的切りやすい牌ではあります、うん、ここはチートイツイーシャンテンをキープ、うん、リャンズをつもぎり、いやーイーシャンテンからが長い、あ、ここでテンパりました。ワセリン選手積もり数万個一手代わりのあとサブロー総待ちですね。7と8のどっちを切るかを考えてんじゃない、はい、パーマンを切るかチーマンを切るか、ンズの、うん、チーマンはヒロ選手の筋配となっています。ここはチーマンを切ってリーチサブロー総待ちですね。高めが3増でリーチイペイコ赤になっています。ここで赤ウーピンを積もって待ち選択、パーピンは場に3枚、ウーピンも株に1枚切られています。ここはウーピンをつもぎり、ヤウーマン継続ですね。で中を積もってチーマン切り、ウニマルドラだったらハネマンになりましたね、はい、今のところ単位をドラ4になったのでヤウーマン、あー掴んだ、ウニマル選手が2フールをして単位を逃り、単位を赤ドラドラ8000点となりました。ウニマルがリードしましたね。はい、続いて1回戦のトーン3局、チーチャがワセリン選手、ナンチャがウニマル選手、シャーチャがワケベ選手、ペーチャがヒロ選手、ドラがパーソーとなっています。ワセリン選手の親番からですね。手はいいですよね、はい、だいぶいいですよ、ね、これはかなり高ハイパイですね。ピンズで一面ずつできていて、マンズマン、はい、シャーからの切り出しですね、うん、はい、ヒロ選手もね手配が比較的軽いですね、うん、マンズが中膨れのメンツができています。赤ウピを積もってチュン切り、一応 1,2,3 の3色が見えますね。やっぱりさ赤6ってさ、はい、選手が赤を引く確率高いね、見てるとね、誰か引くね、やっぱり、はい、3枚目のスーピを引いてチュン切り、うん、はい、
ワセリン選手も、ね、手が早いですね。二面続いています。三蔵にくっついてマンズが上に伸びれば、ね、単品三色も見えます。ツも鈴装でカンチャンターズができてトンギリやや重いですね。ワセリンは日頃、はい、その手がいいときは1球を残して自敗を先に切れって言ってるのをちゃんと守ってますね、はい、自分で。そして疲労選手イーシャンティになりました。カンスーソーとカンリャンマンです。これ1、2、3、3色を残すか、あ失礼しました、ワセリン選手ですね、はい、うん、パイ効率優先するか、はい、あパイ効率優先しましたね。重い素人もぎですね、うん、6万でターツができました。ドラがヘッドです。ドラパーソーとなっています。これマンズが伸びてね1万を払っていくとかなりの勝負手になりますね。ワセリンはでも、はい、ハイパイ良かったけどツモは伸びないですね、はい、ウーピンがアンクになりました。ん何の問いととし、これは将来的にEピンも払っていてタイヤを見るということでしょうか。何はバニー2枚切れています。2枚切れなんだね。チーソーでリアンカーになりましたね。ここは E 万を払うか6万を切ってダイレクトでイシャンテに受けるか、うん、ここはまだ順目が入るのでタイヤの手代わりを見ます。カンロピーを見ました。ローソーを切ってピンズの変化を見ますね。ピンフがあるのでリアンズを切ってリアンカーにする手もありました。リアンメンターツができてリアンマン切りリアンマンから仕掛けます。9ピンを切って3900のイーシャンテンドラをポンすれば漫画になります。ツもチーピンでリアンメンリアンメンですね。完全イーシャンテンになりました。ローピンだとイーペイコが完成しますが赤が飛び出る形ペンチャンになってナンを切ります。リャンマンでくっつきり考えてますね。チーソーを切ると、うん、カンサンマンやスッチーマンでもテンパイを取ることができます。このチーソー引っ張るのが怖いんだよね。スーソー止まりました。3万を切って広いシャンテンくっつきですね、うん、はい、スーソーともって3万切り9ピンを積もってテンパイです。ウニマル選手パーピンを切ってリーチをかけました。待ちはリャンウーマン、はい、ラス前でウニマル選手からのリーチですね。3万1000点持ちです。トップがヒロ選手で3万3000点持ち。ワケベが考えてますね。押したくはないんですが何を切っていくのか。現物のスースを切ってきます、うん、ヒロ選手がローソーを積もってテンパイ、うん、テンパイドラのパースを勝負するか、ドラのパースを勝負して3面じゃです。リャンピン3ピン単葉ドレッジの2000点です。ここもテンパイ、はい、振り点6球層ですね。振り点だ単品赤赤ドレッジ高め1万4000点持ちです。ワセリン選手ここは振り点でも勝負に出るか。白ポッチはまだは川に切られていませんね、うん、6万は両無筋となっています。かなりの危険牌勝負に来ました。6万を切って振り点6球層でリーチ、うーん、ちょっと締まりのない顔でリーチしましたね、はい、高めは振り手の6球層のローソー単品妻赤赤ドラの3000、6000からになりますね。あ失礼しました、親番なので6000オールからです、うん、赤ウマンを積もってメンツが完成しましたが2件リーチと仕掛けに挟まれています。メンツを中抜きします。6万切りリャンピー3品積もるか。ウーマン すごい力が入ってる。ウーマン無筋きつい、これはきつい。2件リーチにど真ん中のウーマン、これを勝負するが、ただこっちの町は3面ちゃんにアウピー3品しかもねトップ目なんだよね、はい、押し点は3万3000点ですね。この2件リーチで競り勝ってオーラストップ目で親番を迎えたいが、このウーマンを果たして勝負するのか。通そうと思えば6万を切ることもできますが、果たしてここの選択はどうでしょうか。考えています。ウーマン勝負いった、これがウニマル選手に宝珠年品赤裏切ったウーマンが裏ドラとなり8000点の失点、敗者復活戦の1回戦目オーラスとなります。オーラスはトンチャがウニマル選手、ナンチャがワケベ選手、シャーチャがヒロ選手、ペイチャがワセリン選手でドラが9ピンです。ウニマルが伏せたら終了なんだよね、はい、うん、2回戦のトータルトップが決勝戦へ進むことができます。
ウニマル選手はかなり有利な状況となりました、うん、2着目のヒロ選手からマンガンの出上がりとなっておらす。一応残る3人は2着に滑り込もうっていうのが強くなるんですかね。そうですね、まあ、ここで4万1000点で、まあ、かなり条件が苦しくなっていますね、まあ、最終戦でできる限り楽な条件を作りに行くということも十分考えられます、うん、マンツモだと逆転できないんだよね今ね。4万1000点持ちですね、うん、はい、ヒロ選手の条件が満直か3000、6000つも、うん、かなり苦しくなっていますね、はい、パーマンで両面ターツができましたね。いい総切り、ここは現実的なラインを取っていくか。2着までは1200何をつもぎりします。3度で両回になりましたね。一応 1,2,3 の3色が見えますが、オーラスを防いに行く可能性もあります、うん、ウーピンを切って自敗を抱えて安全敗候補ですね。うん、ウニマル選手はターチャードリーチや手詰まりを避けるような打ち進めです。数層でメンツが完成しました。イーシャンテン、カンウーピンとペンチーピン、うん、ペンチーマンですね。これは転敗してもダマを選択して2着確定ということも考えられますね。いやー、ヒロはそういう人じゃないでしょう満直3000、6000を狙いに行くか、うん、ここで赤絡みのカンチャが生まれました。ションパイの白を切ります。2枚切りのチュンを残しました。守備を意識しています。ワケベ選手がリャンマンを積もって証拠、条件は1200で2着になります。6万を積もって選択になりますね。パーマンを切ってカーンウーピンとイースマン、縦の受け入れがあります。ヒロはカーンウーピンで転敗したら即利いきますかね、はい、そうですね、裏一条件になりますね。もしくは赤6ですので赤ウーピンを積もれば、うんうん、あ、ごめんなさい、ヒロ選手の条件は現状2着ですね。ん、なんか1つ目が出てきた。ただジャントが9万と3万になってますね。3万切り、スーピンローピンの縦の重なりを見ました、はい、ワセリン選手 GP を積もってパーソ切り1万3000点持ち、はい、ペンちゃんとカンちゃんのイシャンティーが出ます。ウニマル選手ツも数万、一通が遠くに見えます、うん、2万1000点持ちで1200で2着になる。何を受けるか、これやっぱ現実的なラインを見にくいですかね。一応倍満を積もると、うん、ウニマル選手をまくって2着取れます。うまくいきましたね。ローピンが重なって高め1通のイーシャンテン、これヒロ羽積もあり得る。 そうですね、イスーマン積もで面ピン積も1通、うん、あとドラを1枚絡めることができれば一発ぐらい違いありますね。ドラの9ピン積もりました。三面ちゃんとカンパーピンと縦の受け入れ、イーマンチーテンになりましたね。2着狙いのチーテン、ペンスーマン一通の転敗です、はい、ワセリン選手手が苦しい。パーソーを積もって仕掛けをケアするか、ドラの9ピンが見えていません。3ピンを抜きました。面つくずしましたね。完全に振り込まない構えですね、はい、6万をつもぎり。疲労のペンスーアング結構生きてるんだよね、はい、山さん生きてるの、はい、うん、赤ウーピンを積もってウーマン切り、これで一応2000要線が見えますね。転敗するとペンちゃんを落として筋を切ってね降りていきます。あ、白ポッチが先に見えてしまいました、うん、お、数万を積も、疲労選手がワンフールをして一通の上がり300、500となりました。1回戦は1着がウニマル選手、2着がヒロ選手、3着がワケベ選手、4着がワセリー選手で終了です、はい、こちらに画面が切り替わりました、はい、ウニマルが好調でしたね、はい、とにかく2件リーチの3面ちゃん転敗2000点で押したところが、うん、今回の曲のハイライトでした。あ、はい、そうですね、はい、うん、あそこで上がっておくと、
オーラスだいぶ楽な展開だったんですが、うん、そこはウニマルさんに8戦報酬となり、ウニマル選手が見事に1回戦目トップを取ることができました、うん、スーマンをアピールしますね、ヒロフ選手はい、あれ勝負どころでしたね、はい、逮捕できずに、はい、そうですね、はい、逮捕できずに、ここは確実に、ね、ワンフールして2着を決めに行きました。トーナメントはこれ2回戦勝負ですので、最後は、ウニマル選手を上回って、トップを取ることができれば通過する可能性があります、うん、逆に、ワセニー選手はトッププラス条件もしくはトップ3着で大きな点差をつけなくてはいけませんね。ワケベ選手もオーラストップを取らないと厳しい展開です。で今、ポイントを集計チェスで今少々お待ちください。ポイントが分かり次第発表いたします。ジャッジメント麻雀かっこいいシリーズ大好き。敗者復活戦の1回戦が終了しました。1回戦のポイントを発表します。ウニマルさんがプラス 80.5 ポイント、ヒロさんがプラス 16.1 ポイント、ワケベさんがマイナス 29.3 ポイント、ワセリンさんがマイナス 67.3 ポイントとなります。トータルポイント1位の方が決勝戦へ進むことができます。それでは敗者復活戦2回戦をスタートしてください。はい、敗者復活戦の2回戦が始まりました。ティーチャがヒロ選手、ナンチャがワセリン選手、シャーチャがウニマル選手、ペーチャがワケベ選手、2回戦目はドラがパーソーとなっています。ヒロの顔がもう高まってますね。すごい高まってます。はい親番で赤2枚来てるからもうこの手にかけてますね。はい、トンプー戦で、この手を連チャンしたいところですね。はい、トータルポイントがウニマル選手がプラス 80.5 ポイントですね。ヒロ選手が初戦2着でプラス 16.1 で差は 64.4 となっています。トップ3着なら条件クリア、トップ2着で 14,400 点差をつければ逆転することができます。ウーピンがあんこになりました。白を切ります。ドラがパーソーで手牌にはドラが3枚、赤赤ドラの手です。現実的に逆転の可能性が一番高いのはヒロで、ワケベはトッププラスがほぼ必要、ね、はい、ウニマルワケベ選手は 109.8 ポイント離れています。馬が20-50で岡が20ポイントありますね、うん、トップ2着の場合馬岡を合わせまして5万点縮まりますね。その場合はかなり厳しくなりますね、うん、6万点約離すことが条件となります。ほとんど見込みのないワセリンがいきなり仕掛けてきましたね、はい、ワセリン選手とウニマル選手はですね 147.8 ポイント離れていますね、うん、トップラスをつけることができれば120ポイントを埋まりますので、その場合は素点で 27,800 点つければ逆転条件を満たすことができます。ほぼワセリンのトップラスが必須ですよね、はい、ここで、ウニマル選手の、ね、見逃しとかそういったことも起きてくるんじゃないかと思います。ここでカウンソーが埋まって難切り、うん、難を仕掛けますね。赤ウーピーを切ってリャンメンリャンメンのイージャンテンです、うん、厄配の難とシャーを仕掛けています。トンプー戦ですのでシャーは厄配となるルールですね。マンガンのイージャンテン、これ他の人はワセリンが2フーロして赤ウーピン切りだからだいぶ切りづらいですよね。そうですね、初戦ラスのワセリンさんの仕掛けですのでやはり通常よりも、うん、まあ、マンガンは、ね、マンガンはあるだろうって感じですね、はい、2フールをして2000の仕掛けというのは考えづらくなってきますね、うん、はい、ここでウニマル選手がトーンを切ります。トーンの取り手としてですね、ワセリンさんの仕掛けをケアしています、うん、3ピンを積もって積もぎり、赤ウピンが切られているので比較的3ピンは切りやすい配下、ションパイのペイを止めました。すでにテンパイしていると考えているかもしれませんね。今マージャン疲労が3ピンチーしようか迷ってやめましたね、はい、3増積もってウーピンを切るか親番でウーピンを切りました。仕掛けに対して回ってきます。サブロソが間4件となってますね。実際にこのサブロソの受けではありました。ワセリン選手がね3増積もってサブロマンテンパイ、ナンシャー赤赤ですね、マンガの両面テンパイです。ワケベ選手チーソー積もって
数層切り両面立つができましたが、ウーピンを着ていきます。しかし疲労があんこのウーピンを切るなんてね、はい、そういうことするんですね。疲労選手は初戦2着ですね、うん、まだ現実的なラインが残っていますので、仕掛けに対して慎重に回っていきます。まあ、ここで新馬キックを食らうわけにいかないってことですね、はい、ウニマル選手はメンツから数層を中抜きしました。ただね、この局面はね、サブローマン見逃すっていうこともワンチャンありえますね。ウニマル選手が露骨なメンツを中抜いて合わせていくと、ワセニさんの中にはね、あのトップラスという条件が必要ですので、そういった選択も生まれてくるんじゃないかと思います。三蔵積もってトンギリトーンは3枚目ですね。チーピンを積もって完全にシャンテン、白のポンテンを取ることができます。白は場に1枚切れています。両ピンが重なりました。うわ、3枚目の赤ウピン、ま、3枚目の赤ウピン、うん、ペーを積もり、サブローマンの両面テンパイです。何シャーガーか、両マンを積もってローピン切り。ただウニマル選手もやはり打ち慣れているプレイヤーですので、うん、まあ、見逃しもあり得るっていうことを多分想定して打ってるかもしれませんね、この展望状況ですと。彼もそういう語呂的な、はい、あるいは競技的な発想あるんですかね、うん、急走つもりです。チーピアン現物ですね、切りやすい牌です。みんなピンズを並べてますよね、はい、ヒロ選手も仕掛けに対して折りに回ってますね、はい、パーピンを積もってテンパイ、ローピンを着てリーチを開けます。ワケベ選手は6球満でテンパイしました、うん、打点は、イーハン40分1300からですね。白ポッチは1枚切れられています。川に見えています。6球満はどうでしょう。パーストはドラです。一発目にドラのパーストを勝負、間4件のね無筋です。ここでこのリーチ入ってる状況で見逃して直撃狙ったらすごいね。その弾力があったら打ち取れるかもしれませんね。うん、そこでリーチが入っている状況でさらに見逃すという、それやったらさ、はい、うん、ハイライトだよね今日の。はい、初を切ります。初はね、1枚目ションパイです。ここでウニマル選手は初のトイト落とし、うん、赤嘘をつもぎり、サブローマン対6球満、なかなか決着がつきませんね。 E ピンもつもぎり、 E ピンはションパイですね。現物の嘘を切ります、うん、今嘘を切るときに現物だったんですが、うん、ちょっとあの曲がりましたね、あの、うん、一応ワセリンさんの筋の嘘であることを確認して切ったかのように思われました今、うん、ローピンをつもぎり、現物です。さあこのめくり合いはどうなるのか。6万を積もオナテンの6万を積もりました。リーズモで裏ドラが表示牌が、E ピンですね。リーズモ、リーズモワケベ選手はゴッドの上がりとなりました、うん、敗者復活戦の、2回戦トーン2局です。チーチャガワセリン選手、ナンチャガウニマル選手、シャーチャガワケベ選手、ペーチャガヒロー選手、ドラがリャンマンです。親番が1回戦になさったワセリン選手ですね。この親は落とすことができません。連チャンを狙っていくことが本戦取りますね。今のワケベの上がりはだいぶウニマルにとって有利になりましてね、はい、ヒローの親が流れて、はい、ワケベ選手は初戦が3着ですね、うん、ウニマル選手とは 109.8 ポイント離れて2回戦に、呼んでいます、うん、まあ、トップ3着は必要ですね。トップ3着で素手をつけることができるのか。うわ、疲労の手がいい。関数マンを積もって急速切り、赤絡みのメンツが完成しました。イーソガンコになりましたね。ドラのカンチャンタートがあっていい手合いです。ウニマル選手はやや形が重いか、シャーが重ねました。シャーはやかいです。チーピン切り、ダブシャーにありますね。チーソーつもぎり、カンチャンカンチャン抜いちゃんってですね、カンローピンとカンパーマン、リャンカンになってトン切り、ドラのリャンマンは止まりました。ウーマンを切ってセームに構えますね。やや手配が重くて自配を手に残しています。3万を積もって数層切り、カンチャンカンチャンで両系のターツを探しに行きたい。ここでチーピンを積も、リャンズを切って広い受けを残すか、2、3、4の3色の可能性を残すか。ここはリャンズを切ります。受け入れを優先しました。
ウニマルは手は悪いけど状況は圧倒的に有利ですよね。はい、ツモペイでマンズのペンチャン落としですね。自敗を抱えてターチャンのリーチに備えています。数万を積もってチーマン9万のカンチャンを払っていきます。両面とカンチャンの一戦となりましたね。ドラが両万でウーマンはイーペイゴが完成する形。両蔵で2、3、4の3色の目ができました。ここは中膨れのメンツの3品を切ります。なんかツモに力が入り始めましたね。はい、マージャン警察3ローピンとリャムマンの切りです。ワセリンさんもここの親は落とすことができませんね。基本的にはまっすぐ打ち進めていきます。ウニマルはもう自敗たっぷり貯めてますね。いやいや重、まあ、間に合ってないとのね、うん、判断ですね。うわ、3万を積もってさらに受け入れが広くなりました。ツモ9万をそのままツモ切り。ただね、ダマテンを選択されるとウニマル選手は補充するケースはあると思います、うん、早い順目の6万を積もってターツオーバーして想像の感じを払っていきます。ヒロのアンコの3万がドラリアンマンなので将来的にだいぶ寒い牌ですよね、はい、あれどこまで引っ張るかですよね。チーマンでイーシャンテンになりました。リャンカンとイースーソの蹴りですね。ネックのカンローピングが埋まって待ち選択。3万を切ってピンフをつける。リャンウーマン待ちです。ウーマンが高めイーペイコ、リャンマンもドラですね、うん、変則3面ちゃんには受けずリャンウーマン受けました。これはマンガマン確定で羽マンも十分見込めますよね。スーソーチーして6万を勝負。あ、カン3万で勝負していきます。一巡間に合わない換算勝負。換算マンは現物待ちとなっていますね。ただ広瀬選手が手配が3枚目のね、3万から1枚来てリアウマンになってますね。もう1枚はウニマルが持ってるから、はい、もうないんですよね。ウソをプッシュ。ワセリン選手が追いつくかどうか。カンパーピンと換算マンの受けですが換算マンがない。疲労の町がリャウマン、はい、それなりに生きてるんですよね。んリャウマンですね。リャウマンが1枚とどっちが出ても番があります。ウーマンが2枚来てるのかな、はい、3枚来てるのか2枚か、うん、ウニマル選手リャンゾーを中抜いてね、リーチに対して完全にベタ折りしてきますね。隙がありません。ローソー、ローソーを勝負。リャンウーマンあるか。これは6万を積もり。ヒローが羽マン積もりそうですね。これは上がったら大きいですね。ヒロー選手は初戦2着ですからね。ウニマル選手を逆転することができます。1回戦では 64.4 ポイント離れていますね。ウニマル選手がトータルポイントプラス 80.5、 ヒロー選手は 16.1 ポイントとなっています。ワセリン選手トーンは1枚切れ考えています。ただここの親は落とすことができません。ワケベ選手が押している、ヒロ選手がリーチが入っていますが、トンが切りづらいか。中チャンパイの切り出しが多くてやや自敗をこうケアしているのか。ただ親番なんですね、うん、ここは、うん、ここは数ピンを切りました。現物の数ピンです。完全に崩しましたね。はい、バセリン選手はここです。トーンを止めてスーピン入り。ローピンを積もりました。ローピンはねまだ通ってない数字ですね。ワケベ結構してきますね。ローピンを勝負します。うお、また赤きた。残っている数字の本数がだいぶ限られてきました。4、5、6が通って、想図が4、5、6通ってますね。でピンズもスーピン、ウピン、ローピンが通ってます。残っている数字がイースーマンとリャウーマンですね。ターチャンの目から見た場合には、もしくはペンカンチャンなどの具形残りか。これは筋持ってきた場合に止めれる可能性がありますね。ここまで来るとイースーマンとリャンウーマンしか残っていません。こっちなら積もってた。変則の3面チャンなら積もれてましたが、まあ打点的にリャンウーマンを選択。まあこれもそっちに受ける人いないよね。サブローマン何に選択すると、何で出上がりした場合に5-2、うん、ですね。ウーマンを積もりました。ただこれね、パーマンを切ることができますね。チーマンが
場に、自分の目から3枚見えていて4巡目のチーマンなのでウーマンよりはパーマンの方が切りやすいか、うん、ここでまだ通ってない無筋のパーマンを取るか、残っている筋はイースーマンかリャウパーマンですね、うん、パーマンはまだ切ることができました。換算マンの天敗を維持します。残りの山は6敗、リャンマンが重なって急ぎり、うん、あーまた予想に3枚連続で終盤に固まっていましたね、うん、残り5枚、流局が見えてきた。赤ウピンを打つも現物です。換算マンの役割をキープするかどうか、ターチャーを考えてますね。ターチャーを押しているのか、このウピンは大丈夫か、ワケベ選手ウーピンを積もります。最後の積もはウーピン、ヒロ選手積もれず、サンズを積もってキューピン切り。残り山は2敗、イーピンが完成しました。関して配定を消しますか、それとも打ち合いを期待するか。ウニマル選手イーピンを関して配定を消しました、シンドラが初になります。リンシャンからチーマンを積もって安全牌の急ぎり、流局です。ヒロ選手とワケベ選手の2人転敗、ノーテンバップ1500点ですね、うん、ワセリ選手ウニマル選手が支払います。ワセリ選手がノーテンで親が流れてラスマイとなります。敗者復活戦の2回戦ラスマイ、うん、ウニマル選手が4番ですね。ナンチャがワケベ選手、シャーチャがヒロ選手、ペーチャがワセリ選手、ドラがスーピンで強託に1本あります。1本場です。ここでウニマルは選択できるんですよね、連チャンするかしないかを、はい、うん、トータルポイントが、ね、80.5 ポイントですね。ここで連チャンしに行くかどうか、一本場は1500となっていて上がれば大きな局面です。ヒロ選手に逆転されるとやや苦しくなるか。あ、でもヒロ手悪いですね、はい、ワセリンさんは大きな手が必要です。イーピンを積もって急速切り、チュンが雀刀のリャンシャン点ですね。赤の手牌、急走を積もぎり、やや重いか、マンズの本一を見るか、それともね、一本馬1500で強託があるのでカッされていくか。両面ターツできました。ターツオーバーの形ですね。白を一だけしてローソーパーソーのカンチャンを落とし、マンズの本一に染めていきます。ワセリン選手は初戦は 67.3 ポイントの4着でマイナスでした。ウニマル選手とは初戦が終わった時点で 147.8 ポイント離れています。ワセリンはこの前の M リーグに関して、その目がなくなっても勝ちに、目の前の一戦を勝つことが麻雀の美しさだって言ってて、それを実際自分でも体現してますよね、はいはい、赤ウソガン重なって初切りですね。ワケベ選手も手が進んでまいりました。急走積もりましたがペンチャンを払っていってマンズの方位置に染めていく、うん、手がいい、いいところ積もりましたね。関ローピンでイーペイコは完成、危険牌の優先度ですね、ドラヒホジャイの3ピンを切って2面2面のイシャンテです。ニマル選手ここでこの手を上がるようだと決定打となるか。三蔵積も、三蔵積もってチュン切り、赤さんの手牌です。なんとペイが統一でドラヒホジャイの3ピンを積も、ペイの統一と主張選択ですね。2面2面のイシャンテ、ツム赤馬で完全イシャンテになりました。チュンが1枚切りで今孵化したところですね。ポンテンでイースーソー 5% を取ることができます。ーパーソーを積もってペイの閉じ落とし、スーピンはドラになっています。スーピンを切ります。スーピンをポンして9万のペンチャン、うーん、渡していきますね。タンヤを赤さん、ドラさんの仕掛けですね。三蔵とパーマンのくっつきです。ウーソーはポンにこのポンポンするか、ポンしてペンスーソーで取るか、ポンしてパーマン切り、イースーソーでスーソーの肩上がりで転敗しました。タンヤを赤さん、ドラさん、ドラのスーピンとウーソーをポンしています。ワケベ選手ここで上がることができれば、このペンスーソーはちょっといい、なんかチャンスあるかもですよね、
リャンマンを積もって、ドラと、二フールを見えてますね。ここはチュンでもあるからリャンマンを切れば、広い、関税シャンテンに受けることはできるんですが、ただここは初戦、ね、トップ目でウニマル選手は終えています、うん、チュンの安全策でいくかリャンマンで広いシャンテンに受けるか、ここを放出するとね、うん、勝負にかなり影響しますね。ここはチュン切り仕掛けをケアしていきます。ワケベ選手はウーピンや三蔵ポンして街を変えるということもありえますね。こうなってくるとどうでしょうか、うん、はい、三蔵ポンとかありえますよね、はい、6万を積もって初切り本一のリアンシャンテン、あ、テンパってた、マンズを押すことができなかった、うん、しかしワケベ選手はねドラと赤ですね、羽マンが見えている仕掛けですので簡単に押すことはできませんね。ワケベ選手は初戦3着でマイナス 29.3 となっておりますね。あっとここでヒロ選手数走勝負、ワケベ選手の上がりとなりました。タンヤオ赤さんドラさんのペンス走1万2000は1万3500ですね、うん、ワケベ選手がラス前で羽マン上がってトップになって2回戦のオーラスを迎えます。敗者復活戦の最終戦オーラス、選手の皆さんが条件を確認しています。はい、こちらですね、今トータルですね、ワケベ選手が4万3000点のトップになりました。今ワセリンとウニマルが同点で、ワセリンが一応カミチャなんですね。一応これトップ3着の形はできてるんですね、はい、トータルポイントが 109.8 ポイント離れていますので、トップ3着ですと条件をクリアすることができますね。素点の条件が足りています、うん、馬が20、50で丘が20あります。ワセリンを削らないようにしてこのまま終了するとワケベの勝ちになるのか、はい、はなんと200点クリアしてるわけですね。現状200点クリアしています、うん、なのでここはワケベ選手はオーラス親番で上がり読みテンパ読みがないんですね。そして脳天テンパに伏せることもできなくて、うん、300、500、500戦の親かぶりでもアウトになります、うん、じゃあ疲労が上がることはないだろうし、実質ウニマルの方が有利なのか。ウニマル選手は上がれば OK という状況ですね、うん、でワケベはやっぱり何度も連チャンしなきゃいけないんだ。一回人上がりしないと苦しいかもしれません、うん、何もなく全員脳天であればそのまま流すことができますが、うん、基本的にはテンパを取っていかないと逆転されてしまうのではないかと、うん、ウニマル選手はここはもうまっすぐ打ち進めますね。多分最速で上がりに向かうと思われます、うん、敗者復活戦の最終戦を終わらせ、これから、この対局どうなるでしょうか。ここでワセリンとかヒロが空気を読まないリーチをしてくるとすんごい難しくなりますね。条件としては、うん、まあ、一応役満直撃とかそういったのであれば逆転するは一応あるはあるんだ、うん、で、はい、始まりました。チーチャがワケベ選手、ナンチャがヒロ選手、シャーチャがワセリン選手、ペーチャがウニマル選手、ドラがシャーとなっています。ワケベ選手の9万からの切り出し、ウニマル選手が9万を第一でポンします、うん、第一で9万をポンして急走切り、手配は厄介のシャーが取り手です。トンプー戦でシャーが厄介です。ここは上がり競争ですね。ワケベ選手もこの9万のポンが入ると簡単に寄ることができなくなります。ある程度テンパイを取りに行かなくてはいけないので放銃することも考えられますね。そしてヒロ選手、ワセリン選手はかなり手を作ってくることが予想されますので、これは苦しいか。リャンシャンテンですね、ペン3万、はい、シャーが統一でペン3万とウッパーピンの受けですウニマル選手は厄介バックで1打目から泣いていっています。このオーラスはワケベとウニマルのこうトンプー力が試されてますよね。パーマンをつもぎって白と初の重ねを見ます。ニャンメンターツよりも役の保険をかける、スーピでニャンメンターツ入れました。トンを切っていきます。ローソーを積もってパーピン切り、大きな手が必要。ナンワードの表示合いです。何を切るか、初が重ねました。これはこの役の保険2つができたら大きいですね。ダブルバックです。これは、うん、強いですね。
そしてワケベ選手も伏せるわけにはいきませんので、この自敗を止めるのは難しいですね、うん、あっとここでヒーロー選手が初をつもぎり、たった今重なった初をポンして、うん、マンズのペンチャンを払っていきますか。ヤンマンイーマンのペンチャン落とし、うん、いいシャンテンです。シャーとスーピンとウッパーイッピンの受け入れ、カミチャガバセリン選手で、ここはもう完全に撤退していくということも考えますね。ウーピンでメンツ完成しています。カンリャンマンとシャボのいいシャンテンですね。パーピンとリャンズをどちらを切るか、リャンズを切り、たった今通ったばかりのパーピンを残しました。ウニマル選手にウッパーピンの受け入れが残っているので、このパーピン残しがどうなってくるか。赤嘘を積もって一枚切りの白、三ピンを積もって受け入れが広くなりましたね。リャンパーピンと盾、ポンテンを取ることもできます。ペイがんこになってカンリャンマンでリーチ、カンリャンマンは場に1枚切れています。ワケベ選手がリーチのみ、テンパにしてますね。出上がりは 2-4 から、ウニマル選手一発目は無筋のチーソー、ここは難しい、このチーソーを勝負していくか。上がりやめテンパやめがないので降りてももう一曲ありますが、ただシャーはでドラになっているんですね。ウニマル選手降りたくてもまだ降りることができません。ここは一発目のチーソー勝負していきます、まあ、とりあえず当分は全通していくんじゃないですかね、はい、ヒロ選手は急走のアンコとしてですね、3万でメンツが完成しましたが点数が足りていない。現物のパーピン切り、パーピンをチーテン、マチ選択、うん、スーピンで枚数勝負か、ドラとスーピンのシャボに受けるか。リーチのめくり合いで枚数優勢に2番目に受けます。リャンウーピンとカンリャンマンのめくり合い、3枚目の6番をつもぎりします。ウニマル選手は上がりきったら決勝戦へ進むことができます。ワケベ選手が上がった場合にはもう一曲連チャンとなります。上がりやめテンパやめありません。敗者復活戦の最終戦を終わらす。2人とも待ち配はむっちゃくちゃいい。あっと、リャンピンを積もう、初ドラドラテンパルですね。1300-2600の上がりで、うん、ウニマル選手が敗者復活戦勝ち上がり、勝ち上がりましたね、はい、我々と対局することになりました。そうですね、はい、はい、苦しいところから、チーソープッシュして見事親切りのワケベ選手のリーチをかいくぐって上がりですね。この1326待ち選択をね、間違わずにきっちりリャンピンを積もう、この1、3、2、6大きいですね。しかしウニマル強いですね。はい、そつなくですね、はい、バランスがいいですね。その手バラの時は安全牌を持ってスリムに構えて、うんうん、まあ、回りやすいようにこの押し引きがしっかりしますね、ね、うん、こういう局面ではね、めくり合いになってしっかりきっちりチーソーを勝負して、うん、まあ、バックからでもこのオーラス的にね、ドラのバックっていうのはなかなか抵抗があると思うんですよ。ドラの厄介シャーバック、うんうん、それを躊躇なくオーラスでもトップ目で勝負どころは前に出てきました。ワケベ選手もね、最後カンリャンマンで追いついたんですが、うん、ここは、かわされてしまいました、うん、はい、それではですね、今、ポイントの方を集計して、順位を、トータルスコアを確認して順位を発表し、選手の皆さんにお話を伺ってみたいと思います。少々お待ちください。ドン、絶対に勝てない麻雀女子ヤマキ大好き。敗者復活戦が終了しました。今回は見事通過を決められたウニマル選手の、インタビューとなります。隙のない麻雀で通過を決められました。印象に残った曲はありますか？そうですね、ちょっとなんかもう隅は全部吹っ飛んでって言って、すごい嬉しくて、なんかちょっとあんまり忘れちゃいましたけど、逆になんかありました？いや、見事でしたね。うん、押し引きのね、バランスがとても良かったです、はい、ありがとうございます。もうとにかくその特に最終戦は、まあ、ある程度守りつつも、でも1回ぐらいは上がらないとダメなんで、そこの押し引きのメリハリを重視した感じで打ちました、うん、最後はオーラス最終戦、はい、上がれば通過という局面で、うん、第1打親のマキュー選手の9万ポンからのドラの厄介のシャーバックということで、はい、見事にあの初残しが重なってね、すぐにポンすることができて、チーソー一発目で勝負、見事でしたね。そうですね、そうそう、遠くからの仕掛けが時々あって、はい、あのドラがウーマンだった時の、はい、ペンローピンの地位から入ったクイタンとか、はいはい、そういうのが上手かったですね。あ、見事ですね、はい、
まあ、この通過で見事あの我々と同じところまでたどり着いた同じところまで、はい、まあ、決勝にはね、まあ、我々もちょっとまあ簡単には負けないように頑張りたいと思いますね。下克上するんで、はい、よろしくお願いします。はい、それでは十分もう使い切った見せ場はありましたね。はい、はい、それでは、敗者復活戦をお送りしました。予選が終わりまして決勝進出したメンバーを発表します。福地誠選手、そして私堀内、麻雀かっこいいシリーズの小枝部選手、そして敗者復活戦を勝ち上がられたウニバル選手となります。はい、はい、最終戦、決勝戦は平沢さんと、ヨーテレさんが解説となります。トンプ3回勝負ですよね。はい、トンプ3回勝負で持ち越しなしでゼロからのスタート、トータルトップが優勝となります。はい、それではそちらの方もお楽しみにどうぞ。